さん、こんにちは。今日は字幕をつけるのがすごく面倒くさかったので音声で失礼いたします。最近はですね、顔面麻痺になってからというものを結構自分の健康状態とかを見直すきっかけになったなと思ってまして、野菜をすごい多く摂る生活を心がけてるんですよ。で、今人参をスライスしてるんですけど、サラダとかを、作っておいて冷蔵庫に作り置きして、ちょこちょこ食べる、毎食食べるみたいな感じでやってるんですけど、意外とやっぱ野菜って美味しいなって思いますね。今玉ねぎとかもやってるんですけど、これは薄くスライスしてちょっとマリネっぽい味付けにしているんですけど、そのまま食べても美味しいし、なんかサラダにこう乗せて、その上からちょっとドレッシングとかもかけたりとかしても美味しいし、なんか生野菜ってすごい美味しいなって最近思ってます。で、ちょっと塩もみして、いろんな水分を抜いておいてから、このお酢とかお酢、胡椒、塩、砂糖で味をつけます。今日は人参3本分をタッパーに入れて冷蔵庫に置いておきます。夕飯の準備を始めます。今日は玉ねぎをタッパーに、玉ねぎもタッパーに入れておきます。夕飯は何を作るんですかね。これはあれですね、さつまいもを茹でておいたやつもサラダに入れて食べようって思ってたやつですね、もタッパーに入れておきます。はい、料理、今日のお料理というか、そうですね、今回もお料理集ですね。これは明日のお弁当にも使えるように、いっぱいの卵で大きな卵焼きを作ろうと試みてるところですね。じゃあ上手に作れるんでしょうかね。ニラとネギを入れちゃいました。あるんですけど、あれですね、あんまなんか動画に出かけようっていう気もないし、ちょっと動画を撮るのもあれ、なんかこう撮る気力が全然起きないですね。なんかこれも結構前に、まだ全然暑くなる前とかに撮ったやつだと思うんですよね。半袖着てますけど、なんか今日すごい初めてこうアフレコみたいなのやってるんですけど、タイミングがつかめないので、もうなんか好きに喋ることにしました。これはあれですね、手羽元を素揚げ風でやってるやつですね。できました。お味噌汁も作りました。にんじんサラダ出てますね。そうです、こんな感じでいつも食べてます。はい、次の日の夕飯はこれは何ですかね。玉ねぎを、スライサーを買ったんですよ、そういえば100均で。で、私千切りがすごい苦手なんで助かりました。すごいスライサーが快適になりました。料理、長芋、これはあれですね、お好み焼きを作った日ですね。長芋が入ったお好み焼きが食べたいなと思って、パートの帰りにあれですね、スーパーに寄って長芋を買ってきました。で、今生地を作ってるところでございます。はい、あっという間に完成しました。これ1枚目ですね。うちの彼はすごい食べるので、この日は2枚確か焼きました。これすごいあれですよね、綺麗な模様を今描いてますね。美味しそうですね。
ですね、これ。いいな。はい、ではまた別の日ですね。この日は、また私のその体質改善料理をする回ですね。バナナと何を使って何を作るんですかね。まあ、めんどくさいのでもう言っちゃうと、あのオートミールを最近ちょこちょこ食べるようにしてて、でそれを使ったマフィンっていうんですかね、あのまあケーキみたいな、ありましたね。そうなんです、これを食べてるんですけど、作ってみました。なんか私結構甘いものとか好きなんですけど、やっぱそういうのも食べる機会を減らしていった方が、まあ、体のためにはいいんじゃないかなみたいな感じで、まあ美味しく体にいいものを作れるんだったらいいかなと思って作ってみることにしました。バナナとさつまいもとメープルシロップで味をつけて、あの小麦粉とかは一切使わずにやってみてます。はい、こんな感じでオーブンに入れていきます。はい、焼けました。いい感じに焼けましたね。なんかもっとバナナ沈めたらよかったなって思いました。さあ、これ食べたんですけど、あの味は普通でした。はい、本日もここまで見ていただきありがとうございます。今日もパンを作っているところでお別れしたいと思います。念願のですね、フランスパン生地に挑戦しております。あのフランスパン生地は、どうなんだろう、正式な作り方は知らないんですけど、冷蔵庫で12時間から18時間ぐらい、あの低温発酵させないといけないんですよ。なので前日に仕込みをしなくちゃいけなくて、なかなか気力がなくてそれができなかったんですけど、今回初めてそれに挑戦してみました。でもうちにあるオーブンが、まあ、家庭用のオーブンっていう言い方があってるのかわかんないんですけど、230度までしか上がらなくて、フランスパンとか硬いパンって確か250ぐらいまで上がらないと良くない、良くないっていうか美味しく焼けないんですよね、多分。で、あとなんかスチーム機能があったりとか、そういうのがないと上手に焼けないみたいなんですけど、まあでもちっちゃいのならいけるかなと思って、今日はちょっとミニフランスパンでチャレンジしてみようと思ってやってみました。これは今成形してるところですね。なんかこう、なんでこう折り込んだりしなくちゃいけないんだろうと思いますよね。結構なんかその折る順番とか決まってるんですよ。なんか折って外側折って、あ、洗濯機割っちゃったピーピー鳴ってますかね。まあまあまあ、でそれでこう折っていくんですけど、これで成形が終了ですね。形を整えて、はい、あ、日本犬っていうのもですね、これお気に入りなんですよ。私犬が大好きで、日本犬が大好きってわけじゃなくて犬全般が好きなんですけど、でも柴犬を飼ってたので柴大好きですね。はい、で粉を振っていきます。私もあんま分かってないんですけど、なんかクープっていう切れ目をパンに入れるんですね。あ、今入れてますね。これがなんか入れやすくなるらしいですよく分かってないんですけど、まあでも入ってた方が美味しそうですよね。最後に霧吹きをして、そう、この熱いお湯をね入れて焼きました。蒸気をやるために、はい、という感じで、まあなかなか上手に焼けたかなと思います。本日もご覧くださりありがとうございました。グダグダですいませんでした。ではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。